はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、シャインモルトという、スタイルワンという会社違う。これ、ジンルジャパンか。原産国が大韓民国、韓国ですね。で、輸入者が、ジンロジャパン。ああ、これか。多分100円とかで買ったやつですね。第3のビール。です。でも結構ね、前飲んだ、ジンロの会社が作った、ビール、第3のビールはうまかった。期待はしますけどね。つまみはラーメンおつまみ。これ美味しいんですよ。俺これ大好きなんだよな。それじゃあいただきましょうかね。乾杯。甘い。甘い。酸っぱい。酸っぱい。なんか。甘いようで酸っぱいような、なんかリンゴみたいな香りがするな。甘い、そして酸っぱい、そして薄い。っていう感じ。まあ、第3のビールって感じですね。うまい。なんか、ビールっていうより、あれだな。なんか、チューハイっぽい。結構なんか甘めです。これはこれで。まあ。いいような気もするけどね。やっぱりなんか、フルーティーな味がするね。フルーティー。最近はなんか、今日めっちゃ寒かったらしいですね。最低気温1度ぐらいだった。マジでみたいな。でも最高気温が14度ぐらい。だったんで、まあ、あれかなと。まだ新潟。新潟市内だったらもう桜咲いたらしいですけど、こっちはまだです。
人狼ジャパン。まあ、最近、人狼の、この人狼チャスミルっていう、やつに、なんか、灯油だったか、ガソリンだったか入ってて、うん、なんか、ちょっとね、あれでしたけど、話題になったんですよ。まあ、人狼自体まずい。チャスミルはなんか人狼のパクリみたいなやつですね。うん。だからまあこれはまずいんで買わないんですけど、まあ前飲んだことがあって、ちっちゃいやつね。人狼のポケットみたいなやつ。買って、うわーと思って。まあそこまでまずくはなかったけど、まあ、若干ちょっとまずいなというのがあって、チャスミルじゃない、チャミスルか。うん。人狼ドラフトですね。人狼ドラフトっていう、第3のビールがあるんですけど、これが割と美味しかったんですよ。うん。もう人狼はもう、あれじゃね？人狼じゃなくて、もう、あれじゃなくて、普通にさ、第3のビール作ってればよくねって、思うんですけど。人狼の、チューハイが出たみたいですね。人狼ドライスプラッシュ。本格チューハイ。香料、酸味料、甘味料、無添加。へぇ。しかも果汁 40%、すごい。嘘。これすげえな。しかも甘味料ゼロで、香料もゼロ。へぇ、これ飲んでみてぇな。人狼と何が関係あるのかっていうの。アルコール度数 7%。グレープフルーツ味とビターオレンジ味。だって、これ今度の買いてぇな。売ってねえんだよな。見たことないな。でも、果汁 50% とか 40% はものすごいですね。ものすごいな。あ、これ、焼酎に人狼使ってんじゃねえのこれ。もしかして。ああ。まあ。でも、果汁 40% は恐ろしいです。普通のやつ、だいたい 4% とかですからね。ビターオレンジに限っては、果汁 50%。すさまじい。それ10倍、普通のやつの10倍ぐらい。すごっ。すげえな。人狼オツ。マッコリ系はね、あんまり。微妙。まあ、まずいとは言わないですけどね。まあでも少なくとも人狼よりはうまいでしょ、多分。マッコリは。多分ね。微妙だけどね。これ何なの？マッコリって。乳酸菌。あ、ドブロクか。米などを原料とした韓国の醸造酒。日本のドブロク。なんか怪しいな。ドブロクって怪しいですね。なんか。まあ、ドブロクって言ったら、つまりは、
結構、やべえんじゃね？あれが。結構なんかいろいろ入ってそうで嫌だ。いろいろ入ってそうで嫌だ。なんでドブロクって言ったらさ、まあいわゆる猿酒みたいなもんでしょ。ジンのね。でも事実、人気あるのは確かなんですよ。ジンロって。うん。一応ね、人気あるのは確かなんです。ただ、怪しい。怪しい。なんか怪しい。そもそも、ジンロとチャミスルって何が違うのか問題ですよね。まあ、俺は右翼なんで、ネトウヨなんで、嫌いなんです。韓国は。ただ、韓国は嫌いなんですが、うん。だから韓国嫌いだから結局、あんまりな。でも、ジンロのドラフトはうまかったよ。ジンロドラフトっていう、第3のビール。これうまかった。それは間違いない。さあ、この、ジンロの、その、だ、チューハイ飲んでみたいね。飲んでみたいな。40% 果汁ってすごいぞ。はっきり言って。多分、チューハイ市場でも、類を見ない。類を見ないレベルだと思うけど。ああ、そっか。狂月もあるか。人狼と狂月もありますね。そういえば。一応違うのか。狂月。狂月って、ジンロとは違う会社なんだな。狂月って、ジンロ、あ、サントリーか。俺の会社の人で、狂月は、ばっか飲んでる人いますね。狂月好きな人いますね。個人的に狂月、人狼の違いが分かんないんですけど、ぶっちゃけた話、味的に飲んだことはありますけど、全然分かんない、全然分かんない、正直言って違いが全然分かんない。まあサントリーはいわゆる2チャンネルではチョントリー、チョントリーと言われてるんで、あんまり、ね、かなり叩かれまくってますけどね。うん。まあ、狂月はね、そこまでうまいとは言えない。少なく。まあ、ジンロと同じ感じです。でも、ジンロよかは狂月の方がまだいいね。なんか、なんとなく、俺の中だと。まだ狂月の方マシだなと。言ったとこですね。
あくまでも、あくまでも俺の中だと。ですけど。まあ、そこら辺はね、まあしょうがないっすね、韓国だからね。韓国だからしょうがない。でも一応天然水仕込みって書いてあるから。それなりにあれなんじゃない？なんかな、あんまり好きになれない。俺、だから、ジンロとか、狂月を飲むんだったら、俺、焼酎、まあ、いわゆる香類ですね。焼酎香類。というのが、結構好きなんですが、やっぱり、焼酎香類で一番うまかったの、今まで飲んだ中で一番うまかったのは、やはり、宝酒造の極上です。宝酒造株式会社。宝ですね。宝酒造株式会社の極上。これがむちゃくちゃうまい。びっくりのうまさ。本当に。これは本気でうまいっすよ。宝酒造はやばい。うん。俺が一番ブランドで、酒のブランドで一番好きなブランドなんですけど。宝酒造はね。焼酎ハイボールとかで有名な。焼酎ハイボールだとやっぱりレモンかドライ。特にドライがうまい。うまいんですが。この宝酒造のね、焼酎のね、極上が特にとにかくうまい。とにかくうまい。この極上。ものすごいです。うん。このね。これうますぎる。びっくり。びっくりするぐらいうまい。とにかく。うん。まあ皆さんも飲んでみてください。うん。ただし、俺が宝酒造であんまり好きじゃない。まあ、焼酎ですね。焼酎だと、まあ、レジェンドと純はあんまり好きじゃない。うまくない。うまくないですね。うん。だから、あとは好きなんだと、やっぱり缶チューハイとかね。缶チューハイ、レモンとか。がうまいな。うん。思います。ミント消臭ミンタス。これ、ちょっと飲んでみたいけど。ミント焼酎か。まあ、いいや。ちょっと飲んでみたいですね、ミンタス。ミント焼酎のミンタス。まあ、いいや。このシャインモルトですが、三つ星。
です。うん。それではご視聴ありがとうございました。